皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、山道での怖い話、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。山道って楽しい。車で走ると気分爽快。バイクでもか、自転車でもか、徒歩でもか、林道でもか、峠でもか、でも山道を甘く考えると何かが起こりそう。ガス欠になったらどうする？故障したらどうする？幽霊を目撃したらどうする？怪しい人を目撃したらどうする？恐怖の実体験を募集します。作り話は興味なし。では、どうぞ。山道歩きながら東安瀬歌ってたら、向こうから赤子背負った女性が歩いてきた時はマジビビった。それはビビるかも。ただの通行人だったとしても、山道で突然人が現れると驚くことがあります。中学の担任が山道の電柱で首吊ってる人を発見したそうな。それはリアルに怖いね。山に放置されてる車を目撃するともしやと思う。カーブを曲がるたびにミラーの下に同じ男が立ってたことがある。自分は、冬季閉鎖の道に夜中の1時ごろ迷った時、車1台止まってる横に、人が浮いてるの見たよ。街灯なくてカーブのとこだったから一瞬しか見えなかったけど、首吊りしてたんだと思ってる。最近は車の中で練炭自殺もあるから怖い。山ではそういうのを目撃してしまう可能性も十分ありますね。ま、深夜ってことで一発言っとこうか。以前、深夜ある峠を越えて車で帰宅した時の話だ。まあ、誰もいやしねえと高くくって。ちょい飛ばしてたんだわ。したら、カーブの先に、いきなり赤い服着た女が突っ立ってた。とっさのことだったが、ギリでかわした。もうスピン寸前って感じ。で、慌てて後ろ振り返ったら、その女ぶっ倒れてるんだ。真っ青になったね。急いで車降りて駆け寄ってみたんだが、マネキンだった。昔の洋品店とかにありそうな、割とリアル系。人騒がせだなーって頭きて、道の脇に蹴り飛ばしてやった、わら。で、再び車走らせたんだが、もう心臓バックバクよ。ガチの事故じゃなくてよかったと。マジ人引いてたら、ってね、が。冷静になって考えると、なぜあんな場所にマネキンがある？どうにも気になったから引き返してみたんだわ。やっぱ道脇に寝転がってる。赤い服着たまんまで。なんだこれ、と思って、服引っ張ってみたらずるっと脱げた。したら、背中に何か書いてあるのが見えたんだ。丸川三角み。20×3、OL。平成×年×月×日。この場所で男に車内暴行され翌日自殺。俺は犯人を絶対許さない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 。マジックの走り書きでびっしり。最後の方は字がかすれてる。もうゾッと来て思いっきり逃げたね。さっぱり意味わかんねえし。で、そん時気づいたんだが、反対側のヤブに軽トラが止まってたんだ。誰か乗ってたのかどうかはわからんし、単なる放置された車かもしれん。だがもしかすると、何らかの目的を持った人物が、ずっとそこに潜んで何かを待ち構えていた。なんてな。その峠はどうも気味悪くて、それから半年くらい避けてたんだが、再び通ったら北西ほど何もなかった。ま、この話はオチもなくこれにて終了。お粗末様。
マネキンって本当に怖いぞ。昔夜にビルの裏から倉庫に入ったら、女の生首がいくつか転がっていて、小便漏らすところだった。よく見たらマネキンで髪もついている。その倉庫は美容室が使っていて、練習用の生首だったことを後で知った。昔は深夜一人であちこちの山道走ってたけど、やはりかなり恐怖だったな。民家を見つけてはほっとしたものだ。まあ、その恐怖感がたまらなかったけどな。そうですね。明かりのある建物を発見するとすごく安心します。たとえ自販機でも。でも公衆電話ボックスは怖く感じる時もある。恐怖感がたまらないって気持ちわかります。本堂から外れて獣道みたいな道を歩き始めたら、脇の草むらに革靴が一足揃えて置いてあったのが見えた。チラ見だけど、山なのに埋もれてもおらず、落ち葉もかかってない。つい最近置いたような。怖くてその場で引き返した。とてもその周辺を見る余裕がなかった。間違っても近くにぶら下がっているなんてことはなかった。と、信じたい。靴が揃えてあるのはマジでやばいね。しかも革靴ならもっとやばい可能性大。道に靴が落ちてるのは何度も見たことあるけど、あれももしかしたら、深夜に山道走ってたら、なぜかポツンと真新しい車があったことはあったなぁ。中見ても誰も乗ってないんでスルーしたら、そのちょっと先の鉄塔で釣ってた。助けられないかと思ったが、鉄塔周りのフェンスまで近づいて懐中電灯向けたら、まあはっきりとなくなってるのはわかったよ。放っておくのも切ない墓場。死なば皆仏と思って通報したが、場所が場所だけに、1時間くらい、一緒に警察を待った。その時自分は無職で、しかも人が通らないような場所なのに発見も早かったので、若干怪しまれた。後日事件性はないけど、必要な書類を作るとかで警察行ったけど、ご家族の方もいていたたまれなかった。発見が早かったことに対して、〇〇があなたを呼んだのかもしれません。本当にご迷惑を。みたいなこと言われてすごく腹が立ったのは覚えてる。親御さんの辛そうな顔見たら、余分ならもう少し早く呼んでるはずでしょ、くらいしか言えなかったな。って感じのことが3回あったかな。あんまり怖い話じゃないけど、山での変わった話ということで。3回もすごいですね。深夜に山で停車してる車は確実にやばいね。興味深い話が続いていますが、生きてる人間の怖さってのもあります。小学生の時に、藁人形が木に打ち付けられてるのを見たことがある。友達とクワガタ探しをしてる時だった。藁人形を見てビビりながらも、クワガタ探しに夢中になっていたら、奥から、ガサガサ、って音がして、懐中電灯を向けたら、雑木林の奥から、上下白い衣装の長髪の男性が飛び出してきた。その男性と目が合って、友達みんなが立ちすくんでいると、木製のトンカチを見せつけて、一瞬にやっとして走り去っていった。一昨年ぐらい前の夏の話なんだが、学生の夏休みはもっぱら暇なんで、男3人で深夜に地元の峠にドライブ行ったんだわ。時間は午前2時頃で、交通量も少なく、民家もない峠道を、ムーブを歌いながらイニシャル D ごっこをして走ってたんよ。順調に走行し、左ブラインドコーナーを通過した時、コーナー出口の対向車線の路側帯に、
ベビーカーを押す老婆が見えた。コーナー出口だったので、視界に老婆が急に入ってきて、かなり焦ったな。そして、逃げるように峠を越えたっていう話でした。文才なくてすいません。よくよく考えると、霊ではなく、無遊病の人だったのかもしれません。深夜に山走るのはやめた方がいいのは間違いないね。田舎に住んでる人ってすごいな。夜出かけないだけなんだろうけど、あまり怖くはないかもしれませんが、おととし香川の山の中で体験したことを書きます。その日私と彼氏は、ドライブと称して、あまり行ったことのないところをどんどん進んでいたら、山の中の道へ迷い込んでしまった。はじめは探検気分で楽しく山道をドライブしていたけど、行けども行けどもずーっと山の中。右手の崖、遥か下方に市街地が見えるけど、一向にその明かりに近づけない。気味が悪いので、そろそろ山道を抜けようかと、分岐点を探すも、ごく普通のアスファルトの対向2車線だった道は、いつしか未舗装のただの一本道に。周りは鬱蒼とした木々ばかりで、廃屋みたいなあばら屋がたまにあるくらい。私たちは怖くなり、一刻も早く市街地に戻りたい一心で、曲がれそうなところを探した。でも、分岐点はない。とにかくひたすら一本道。迷ってかなりの時間が経ったが、標識すらない。多分その時点で迷ってから1時間は経ってた。彼氏も私も怖くて、無言で車を走らせて、ふと道の右側を見ると、ゴミと共に見覚えのある、ビール瓶を入れる箱がある。それは私がドライブの行きがけに見たもの。しかも初めに見た時は道の左側、つまり私がいる助手席側にあった。一体なぜ同じ道に戻ってしまったのか。その後、しばらく迷い続けて、山中に交番を見つけて駆け込んだが、おまわりさんは出てこず。長々と迷い続けて、結局3時間くらいかけて市街地には出られた。周りの人に聞いても、そんな長い山道知らないというし、自分たちでもう一度行ってみようとしたけど見つけられず。ばあちゃんには、タヌキに化かされたんだろう、と言われた。四国では人を化かすのはタヌキというのがメジャーなので、わら。もうあんな気味悪い思いをするのは嫌なんで、二度と山には近づきたくないです。ループにはまった時、ちょっとタバコ吸って休憩するとすぐにループから出られるって言うけど、本当かどうか試してみたいな。それ後から知りました。タヌキやキツネに化かされた時に有効らしいですね。今度同じことがあったら試してみよっと。7年前に他界した親父がしてくれた話。タクシードライバーだった親父が、ある雨の日の深夜に、一人の白いワンピースを着た女性客を乗せた。行き先を尋ねると、うつむいたままぽつりと、〇〇神社まで。それを聞いて全てを察した親父は、終始無言のまま、街灯もない真っ暗な目的地へ。実は、この〇〇神社は、地元では牛の国参りで知る人ぞ知る場所らしく、たまにそういう客がいるそうだ。親父曰く、生きた人間の怨念ほどゾッとするもんはない。あれに比べや、死んだ人間の怨念なんぞ所詮過去のもんだ。だそうだ。去年の冬の話だけど、夜11時ぐらいに、京都の宇治川ラインで阿波踊りみたいな動きで錯乱してる女を見た。死ぬほどビビって逃げたから詳細は不明なんだが、奴は一体何？阿波踊りだと。
馬鹿されたというか、以前山あいの国道を深夜走ってたら、対向車線にもぞもぞ動くものが見えたんだ。よく見ると、2匹のタヌキがお互いの尻尾を追いかけっこしてやがんの。くる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 回って楽しそうに。かわいいなーって見とれてたら、目の前にガードレールが。寸前でブレーキかけたから大事には至らなかったのだが、あの時は不思議な気持ちがしたね。ああ、馬鹿されたんかなーというか。去年、奈良の御所に抜ける水越トンネルの大阪側入り口で、身長がトンネルの入り口くらいの高さの女を見た。服装はチェックの寝るシャツにジーンズだった。あやーなんだったんだろうか、今でも不思議に思う。女三人で山をドライブしていた。というか単に高台なところ。春で桜が咲いていたので車を止めて、ある桜の木を見上げた瞬間。木の上に、女がロープを持って座っていた。男に振られて、自殺する気だったらしく、友人と懸命になだめて止めた。いろんな意味で怖かった。まあ一番怖いのは北海道の山道だろうな。携帯繋がらない範囲も桁違いだし、ヒグマもいるからな。あと急鉱山の跡も多いから急にゴーストタウン現れたりな。楽しいからみんな北海道の山奥においで。あ、冬は軽く死ねるから夏がいいよ。北海道より青森八甲田山の方が圧倒的に怖い。いろんな意味で。北海道の山道は特にこれといった変化がないから正直飽きる。鉱山跡の規模は桁違いだけどな。確かに八甲田はやばいね。実際にあの場所に行けばなんで遭難者が絶えないのかよくわかる。それに加えて旧日本陸軍のあれがあるからなおさら。霊感とか皆無の人が言っても 100% 何かを感じるっていうぐらいだし、他とは比べ物にならないよ。四国にうどん食いに行った時、ちょっと迷い込んだ山道で見かけた地名が首切り峠、めちゃめちゃ怖かった。その辺は普通の心霊スポットだよ。首切り峠って、ヒートクレイヒートクレイって霊が出るやつ。大昔、重罪人が死刑になるんだが、山道に穴を掘り、首だけ出して、そこを通る通行人がノコギリで引くやつ。苦しくて早く死にたいから、罪人が、ヒートクレイヒートクレイって言うんだよね。怖すぎる。山道の恐怖か。小学1年の頃、山にキャンプに来ていた時、ちょっとした冒険心でこっそり周囲を探索してたら、獣道を見つけた。道の右側は上がり斜面、左側は急な下り斜面で下は川。その獣道を道なりに歩いてたら、道そのものが足元から崩れて、斜面を10メートルほど転がった。途中の木にぶつかる形でなんとか止まったけど、落ちたら死んでたろうなぁ。次は小学5年生の頃。これは、一番恐ろしかった。これ以上の体験は、後にも先にもない。内容が内容だけに、信じてくれない人もいるが、俺は確かに見たと思っている。そして、見たのは俺一人じゃない。親の後について、山中の獣道を歩いてた。季節は夏、周囲は夕闇が迫ってきていた。陸自空挺レンジャー出身の親父が先導していたので、疲れはしていたけど恐怖はなかった。頼れる親父であった。聞こえる音といえば、二人の歩く音と木々のざわめき、種類はわからないが鳥の鳴き声と、谷を流れる川の音だけだと思っていた。何か人の声が聞こえた気がした。でも
特に川の音などは、人の声に聞こえる場合もある。最初はそれだと思っていた。けれども、気にすれば気にするほど、人の声としか思えなくなってきた。父さん。誰かの声、聞こえない。誰だろ、何言ってるんだろ。いいから歩け。言われるままに、黙々と歩いた。だが、やっぱり声が気になる。どこからしているんだろう。周囲をキョロキョロしながら歩いていると、谷底の川で何かが動いているのが見えた。獣道から谷底までは結構な距離がある上に、木や草も多い。そして夕闇が迫っているので、何かがいたとしてもはっきり見えるはずはない。ところが、そいつははっきりと見えた。獣道と谷底の川は距離があるものの、平行したような形になっている。そして、そいつは谷底を歩きながら、ずっと我々についてきていた。おい、こっちに来いよー。谷底を歩く坊主頭の男は、我々に叫んでいた。ゲラゲラ笑いながら、同じセリフを何度も繰り返している。それだけでも十分異様だったが、その男の風体も奇妙だった。着ているものが妙に古い。時代劇で農民が着ているような服だ。顔は満面の笑顔。だが、目の位置がおかしい。頭も妙にボコボコしている。そして、結構な速度で移動している。ゴツゴツした石や岩が多いくらい谷底を、ものともせず歩いている。だいたい、こんな暗くて距離もあるのに、なぜあそこまではっきり見えるんだろう。というより、白く光ってないか、あの人。小学生の俺でもその異様さに気づき、思わず足を止めてしまった。見るな、歩け。親父に一喝された。その声で我に返る俺。途端に恐ろしくなった。しかし怖がっても始まらない。あとはもう、ひたすら歩くことだけに集中した。その間も谷底からは、相変わらずゲラゲラ笑いながら呼ぶ声がしていた。気づけば俺と親父は獣道を出て、車両が通れるほどの広い道に出ていた。もう声は聞こえなくなっていた。帰りの車中、親父は例の男について話してくれた。話してくれたと言っても、一方的に喋ってた感じだったけれど。7、8年くらい前まで、あれは何度か出ていた。でもそれからはずっと見なかったから、もう大丈夫だと思っていた。お前も見ると思わなかった。呼ぶだけで特に悪さはしないし、無視してれば何も起きない。ただ、言うことを聞いて谷底に降りたら、どうなるかわからない。成仏を願ってくれる身内も、帰る家や墓もなくて寂しいから、ああしてくる人を呼んでるんだろう。大体こんな感じの内容だったと思う。その後もその付近には何度か行ったけれど、その男には会ってない。今度こそ成仏したんだろうか。カメレスだが、これはかなり怖い。谷底まで降りていった人はいなかったのか気になる。俺も近い経験あるよ。秋田の実家に住んでる頃の話だけど、死んだじいさんの話だと、成仏できない霊が河原の石を借りて姿を現すから、頭も顔もデコボコしてるらしい。ちなみに子供心にすごい強烈な出来事だったから、じいさんに何回か色々聞き出そうとしたけど、すごい怒られた上に、それ以上は話してくれなかった。寝る前に自分の話書いておく。だいぶ前にどこかで書いたから記述だけど、仕事で夜中に隣の県から帰宅するときのことだった。
1月の小雨が降る寒い夜中だった。早く帰るために国道とか使わないで、山越えする道を選んだ。良くない噂を聞いたことあるけど、何度か走っていたことのある道だったから、その山道を選んだ。寒いし、雨降るし、おまけに途中で霧がかかるし、なんとか車一台通る道を突っ走った。そうして中ほどまで来た時に、カーブ抜けたら横いっぱいに、頭から白いベールかぶった人たちが道いっぱいに歩いていたよ。そこにスピード出して飛び込んで、もう事故起こしたと思ったけど、何も衝撃ないんですよ。確かに車の前に、半袖着て頭からベールかぶったような人がいたのに。急ブレーキかけて車は止まったけど、そのままとにかく走り去りました。一体何だったんだろう。最近首都高で3年前に奇跡に入った連れの車が走っていると聞いた。廃車にされているはずなのにナンバーも一緒らしく、仲間がみなびびってる。見た感じ車とは思えない動きらしく、クルを仕組みをよじるように走るそうだ。近々噂を確かめに行こうと思う。じゃあ春、長いぞ。シャレコ忘れからのコキペ。ついてくる女。以前、おばが京丹波に住んでた時の話。俺の母親の年の離れてた姉で、子供がいなかったのもあって、半分孫みたいに可愛がってもらったおばなんで、高校生といかんと思ってたんで、そんなに面倒がらずに言ってた。まあ大体は何か持っていくものがあったり、おばの体調が悪かったり、何か用事がある時なんだが、母も一緒に乗ってたこともあったが、仕事もあるし、なかなか俺の予定と合わなかったりして、大抵一人ドライブだった。こちらは大阪北部、京丹波までは一旦京都に出て、縦貫道に乗り換えるとずっと高速で行けるんだけど、ぐるっと遠回りになるし、金もかかる。で、いつも亀岡の山を越えていた。だいたい午後に行って、夕飯を一緒に食って帰ってくるから、山を越えるのは暗くなってからだ。真っ暗だし、車もあまり通らない。30分ほどの間に3、4台もすれ違えばいい方、見える範囲に同じ方向に進む車がいれば心強かった。だが、夜は大阪側から帰ってくる車の方が圧倒的に多い。一台だけポツンとくねくね走ってることが多かった。ある時、山道に差し掛かったところで、ふとルームミラーにちらっと、何か映った気がした。気になったもんで、ちょっと止まってよく見てみた。白っぽい何かが後ろの方に見える。ふらふら動いてる。人間、ありえないことはない。すぐ後ろは、まだ人家やコンビニもある街だ。でも、この先はひたすら山の中、次の集落まで徒歩なら相当ある。女性っぽく見えるし、危なくないのか、とは思ったが、ふらふらと歩く様子がなんとなく薄気味悪いし。でも、認知症の老人か、精神に病を抱えた人なら大変かも。と、いろいろ迷った挙句、警察に連絡して、俺はスルーさせてもらうことにした。とりあえず110番して、もしかして見間違いかもしれませんが、念のため。と、通報してその場を去った。再び走り出した時もう一度見てみたら、やはりまだ歩いている。さっきより若干近づいてて、若い女性のように見えた。ちなみに、白装束でもなければ貞子風なワンピースでもない。普通の格好だった。ちょっと急ぎ気味に走ってるうちにすぐに見えなくなった。
あの街に交番があるか駐在がいるか、とにかくそんなに忙しくもないだろうし、保護してもらえるだろうと楽観していた。相変わらず真っ暗な道をハイビームで照らしながら急いだ。どうせほとんど対向車も来ない。CD をガンガンにかけながら、ガンガンに歌いながら、そのうち集落に出た。田舎の人の夜は早く、どの家も暗い。小さな小さな集落なんで、すぐに通り抜けて、また山道に入る。その時、ミラーの中のずっとずっと後ろの方に、信じられないものを見た。さっきの女。なんでやねん。本気で突っ込んだのは初めてだった。さっきと同じフラフラした歩き方、あのペースで追いつけるわけがない。だって、今だって全然近づいてこない。勘弁してくれよ。一人で声に出して怒鳴った。そこからめちゃくちゃに急いだ。とにかくあいつから離れたい。ただそれだけで走り続けた。もうミラーは見られなくなっていた。しばらく走ってるうちに、少し落ち着いてきた。待て俺、これは死亡フラグやないか。焦って運転誤ってアボーンパターンやんか。落ち着け落ち着け。と、少しアクセルを抜いた。タバコに火をつけて窓を開ける。木々がざわざわ鳴ってるのがどうしても人の声に聞こえて、速攻でタバコを灰皿にねじ込んで窓を閉めた。そして、寄せばいいのに、ミラーを見てしまった。いる？ずっと後ろに。でもさっきよりは近い。とにかくカーブの続く山道なんで、後ろの女も見え隠れする。長いこと見えない時もあった。だが次に見えた時には、必ず距離を縮めていた。少しずつ少しずつ近づいてくる。追いつかれる前に山を抜けたい。誰かに電話を。でも、携帯は圏外。くそ、携帯をリアシートに放り投げた。精神的余裕がどんどん失われる。ところどころにちょっと直線の道に出てくる。その度に確実に近づいてる。なんで、あんなにスローやのに。ちらっとミラーを確認すると、近い、もう5メートルもない。顔も見える。霊って長い髪で隠しとくもんちゃうんかい。顔出すな、ボケ。すました無表情で歩いてくる。プツンと、CD が止まった。ガチャガチャにボタンを押しまくったが、うんともすんとも言わない。ミラーをねじ曲げ、もう二度と振り返る前と前を見据えて、ひたすら車を走らせた。カーブの度にキーキーと音を立てる。生コンの作業場のあるところに出た。緩やかな左カーブ、暗いドアミラーの中に、白く浮かび上がる影、半泣きではなく、全泣きで走った。この先右手は深い崖、落ちたら死ぬ。落ち着け。今思えばちょっとおかしくなってたのかもしれない。しょうもないことを思いついてしまった。これ、ミラーやから見えるんちゃうん。実際に振り返ったらおらんのとちゃうん。追っても見えへんのちゃう。急ブレーキかけて止まった。ガバッと振り返った。女はトランクに手をかけて、薄笑いを浮かべ、止まっているのに、なおゆらゆらと揺れていた。生コン会社前の街灯の薄明かりの中に、くっきり女の顔があった。こういう時、うわぁ、とか、ぎゃーという声は、出ないもんなんだと知った。よく漫画とかである、ひ、っていうやつ、あれ正解。震える手は言うことを聞かず、女から目を離すこともできない。全身がガクガクする。その時いきなり携帯が鳴り響き、驚いて跳ね上がった。
それと同時に、女はスーッと消えた。しばらく呆然としていたら、着信音が止まり、はっと我に返った。放り投げた携帯を手繰り寄せ、履歴を見たら、おばからだった。生コン会社がある区域だからアンテナが立ってる。すぐにかけ直した。ああ、まるまるくん、まだ運転中やったんやねえ。ごめん。おばののんびりした声を聞いてほっとした。いや、今止まってるから大丈夫。なに？あんた、忘れもんしてるで。なんやろ、これ、小さい青いのん。今日使うもんやないんならいいけど、置いててかまへんのか。ポケットに入ってたフラッシュメモリーを落としてきたようだ。仕様のやつやからかまへんわ。また次行った時でええよ。あちこちキョロキョロ見回して女がいないのを確認し、タバコに火をつけた。わざとダラダラとおばと話し、落ち着いてからまた車を発進させた。オーディオのスイッチを入れてみたら、普通についた。あははは。思わず声が出た。ここまで来たら街に出るまでもうすぐ、かなり元気を取り戻して、ブルーハーツをがなりながら先を急いだ。少し広い道に出る手前の最後の集落を抜けようとしたとき、ふとミラーがねじ曲がったままなのに気づいた。街に入れば後ろが見えないのは危険だ。ミラーを元の位置に戻していくと、だんだんその中に、嘘や、なんで、後部座席に奴が座ってる。満面の笑み。こんな気持ち悪い笑顔は見たことがない。奴は笑いながら言った。当たるよー。ミラーの中に気を取られていた。前方を見たら左側の岩肌が眼前に迫っていた。体が動かない。あかん、死ぬ。その時、再び携帯が鳴り響いた。ふっと体が自由になり、ブレーキを踏み込みハンドルを切った。凄まじいブレーキ音と、避けきれずホイールとボディを削る金属音。道に出る交差点のすぐ手前だった。だから崖のとこの方が良かったのに。か細い声が聞こえて恐る恐る振り向いた。女は少し離れたところに立っていた。元の無表情に戻っていた。心なしか怒っているようにも見えた。聞こえるか聞こえないかわからなかったが、力いっぱい叫んだ。ざまあみろ、もうついてくんな、クソが。女はくるりと後ろを向き、またふらふらと歩き出してすぐに消えた。すぐ横に駐在所がある。奥の住居部分から多分駐在さんが出てこようとしてるようだった。高鳴る胸を抑え、体をわたわた震わせながら、慌てて不動に出た。ミラーの中にはもう何も見えない。周りには他の車も走っている。コンビニでコーヒーを買い、着信履歴を見てみた。今度は母からの着信だった。かけ直す。ああ、まるまる、あんた悪いけど、どっかで牛乳買うてきてくれへん。朝ないとお父さんうるさいし。わかった。ありがとう。はあ、構わず切って、牛乳を買いにもう一度コンビニに入った。以後、おばのところに行くときに峠を越えるのはやめた。そして、母がおばにそばに来てもらいたいと言い出したのに便乗し、俺も引っ越しを強く進めた。今は歩いて5分のところにいる。連れ6人で地元の山道を車で走ってたら、夜中なのに車椅子が坂を上がってきた。なぜかヘルメットを前のめりにかぶってたので、顔は見えませんでした。全員がそれを見たので U ターンして戻ったけど、発見できず。しかもその道は途中に曲がるとこもないのに。
俺が大学の時の話なのだが聞いてくれ。当時通ってた大学が埼玉の辺鄙な場所にあって、友人とよく、学校から少し車で走った峠に肝試しに行っていた。その日は結構霧がかかってて、何か怖い雰囲気だったんだけど、頂上まで行って何事もなかったので、引き返してきたんだ。そしたら、山の中腹にポツンとある一軒の家に、クラウンのバンが止まってて、そのリアゲートがガバって開いてる状態でストレッチャーが置いてあって、マジビビった。病院とかで病人や死人を運ぶやつ、しかも人の気配ないし、夜中の2時ごろ。あれって、死んだ人を病院から自宅に搬送する車なんだよね。俺もじいちゃん死んだ時横に乗ったからわかるけど、男3人くらいで行ったんだけど、みんなガクブルだった。それから何日かして、突然バイクで峠を走りたくなった俺は、夜中になぜか一人で霊の峠を走っていた。ちょうど前にストレッチャーのあった家の近くで転倒してガードレールに頭をぶつけ、ちょこっと気を失っていた。ぼーっとしてたところをたまたま車が通ったのでバイクを起こしてもらって、大丈夫、救急車呼ぶ。って言われたんだけど、大丈夫だったので、フロントフォークのネジ曲がったバイクでなんとか下山した。バイクで転倒したのはあの時の一回だけだなぁ。何かがそこにあったのか、偶然なのか、不思議な出来事だった。ラジオって突然どっかの電話の声が入ってきたりとかすんだよな。コンセントかいうのを知らなかった時はやばかった。毎年自然薯掘りを楽しむ知人が、秋になると穴場を教えてくれるんだが、注意することがあって、近くに必ずロープが張ってあり、そこに関わるなという、ヤマルザさんたちの松茸ポイントなので、入山即射殺もありだって、昆虫取りも命がけになったりするとか、一度行ったら、本当にロープと工事現場の車止めがあってガクブル。恐怖というほど怖くなかった体験談を一つ。6年ほど前、知り合いから走り屋仕様の中古車を譲ってもらい、楽しそうだから峠へ行ってみた。下手なので誰も来ないような山へ行き、ドライブを楽しんでいた。2往復してきて帰ろうかと思ったら、運転席の後ろで、この子、鈍い。と、はっきり声がした。女の声で、もちろん音楽やラジオなんかかけていないし、そもそもスピーカーは前にしかない。もしかして、途中から後部座席に乗ってたのか。俺がいつまで経っても気づかないから、鈍いとか言ったのか。今となっては、気づいて驚いてやればよかったなと思っている。軽く途中までは散歩気分で登れる山に、デートで行った時のこと。しばらくすると道の脇に石が積んであるのを何個か見つけました。大きいのが土台になり、上に行くにつれ小さくなるものです。そろそろ散歩も終わりという頃に太めに入ったそれが、突然、カラカラと崩れました。風もあるわけではなく、地震もありません。思わず彼の手を取り、走ってその場を去りましたが、あれは一体なぜ崩れたのか、未だによくわかりません。ちなみにその後何かあったとかはないので、安心しています。俺は山あいの集落に住んでいる、まあ山の合間といっても、道路一本渡れば市街地なのだが、しかし山が遮る形に隔離されているので、程よい山の中に家が点在してる形なんだな。で、家に帰る途中に地蔵が数体あるんだが、
その地蔵の頭がすべて切り取られているんだ。地蔵を新しくしても首が切り取られている。要するに近所の誰か、それも数軒の家の中の誰かが地蔵の首を切り取る趣味があるんだが、人間が一番怖いよな。夜中、義母の着替えを持って山の中にある斎場に向かった。初めての場所なので、カーナビだけが頼り。義母の話では、出発地から15分で着くという話だったのに、1時間走っても目的地に着かず、霧が濃く出てきて、ますますわけがわからない状態に。とうとう5メートル前も見えないくらい霧が濃くなった時、それまで無言だったカーナビが不意に、目的地周辺です、と繰り返す。ああ、よかった。怖かったよ、と思いながら、ふと斜め前を見ると、命を大切に、という、黒字に真っ赤なペンキで書き殴った看板が、もう、おしっこちびりそうになりながら、来た道をバックで戻って、もう一度カーナビを設定して斎場へ。今度はスムーズに斎場に着いて、無事お使いは終わりました。これもタヌキの仕業なんですかね。なかなか続々。似たような経験があるからわかるわ。カーナビを使って山の山頂を登っていくと、カーナビが脇道に行けとの指示。山頂は行ったことあるが、自分の運転では初めてだったので道がわからなかった。俺は、なんでこんなとこで曲がるんだろう。ま、カーナビの指示だしなって思い、何も疑わずに進入。最初は車がすれ違えるくらいだったのに、だんだんと道が狭くなっていった。自分の車は軽だったのだが、もう最後の方は軽でやっと。ふと道端を見ると、1メートルもないくらいの、小さい赤い鳥居がたくさんある。まだかよ。と思ってナビを確認すると、まだ奥に行けるらしく、恐る恐る進む。入った時は夕方だったが、この時はもう暗がりになっていた。すると、車でくぐれる大きい鳥居があり、それをくぐってみる。そこで道は途切れていた。そしたらカーナビが、目的地周辺です。運転お疲れ様でした。すごく怖くなり、バックで逃げました。カーナビ頼りに山へ行く場合、うっかり山頂を目的地にしてしまうと、機種によっては純真なカーナビ君として、律儀に山頂までとにかく一番近づける場所までの道がベスト、と考えるため、結果的に人間様の登山道ではなく、終点行き止まりの林道なんかに入り込んでしまうこともままあり、夜中に山道運転してると後ろから猛烈に煽ってくる車が来て、しばらくしかとしてるといつの間にかいなくなってることがよくある。一本道なのに。車で山道に迷って、行き止まった先に広々とした空間があって、夕暮れ時で暗かったのでハイビームにしたら、無数の墓石が現れた時は腰が砕けそうになりました。速攻逃げました。通行量の極めて少ない山道の空きスペースに停めてある無人の車ってなんか気味悪い。下に降りて遊んでるのかな？それにしても。ある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 。何してんのかな？山菜とか取ってるんかな？そういう車に限ってボロボロだったりするから、変な人生劇を想像してしまう。昔、免許を取って車に乗り始めた時の話です。山奥にある温泉跡の廃墟に友人らと2台連ねていった。廃墟に入る勇気もなく、車に戻ってくると、友人の車のリアガラスに、手形のようなのがついていた。
油なのか松ヤニなのかわからなかったが、手形と引っかいたような模様がついていた。絶対周りには誰もいなかったし、友達の誰も絶対そんなことをしていない。あれからしばらくいろいろなことがありました。夕暮れに日暮らしの鳴き声を聞きながら歩く山道の怖さは異常。